た瞬間これ使おうと。ドット絵って知ってるみたいな。完成形に近いのは6なんでしょうかね。続いてはファイナルファンタジー4です。こちらはですね、1991年7月19日発売、そして引き続き赤坂で、ハードがいよいよファミコンからスーパーファミコンへ。スーパーファミコン専用、そうですね、はい。どうでしょう、開発上ちょっと変わりました？仕事量とか増えちゃいました？色数増えたんですよ、うん、何色16色だって16、おあの一気にだもんね、まあ、キャラクターで言えば3色、うん、まあ、黒入れて4色だったとかが、はい、いきなり黒入れて16色になった、うん、いやー、フルカラーに近いよね。衝撃ですよ。やっぱりこう絵描きとしても描きたいものがなんとなく描けるようになってきたっていう、まあ、まだ工夫は全然必要なんですけど、 それにしてもやっぱり書きたいっていうものがちゃんと再現できるっていうのは大きかったと思うんですよね。ドット渋谷さんに関して、書き始める際の手順ってどうされてますか？手順、ね、おお、それは聞いたことある、それだけ自由度が広がってしまうと。基本的になんかこう線から入らないで面から行くみたいな感じかな、うん、お絵を描いてる人って輪郭からどうしても描きたくなりますよね、うん、はい、そういうことはしないで、もうベタ塗りで塊をいっぱい作っていく、はい、塊を作ったとこから彫刻していく感じかな。あ、そうだな、うん、どっちかっていうと、まあ、油絵もそうだよね、こう、うん、なんかね、ペタペタね、そうそうそう、で、もう本当に一番最後の縁取りっていうのは本当一番最後かな。縁取りから入るとこじんまりしちゃう気がするよね、うん、そうなんですよ、なんかね、うん、そうなんですよ、まずこの形があってってね、なんかね、そうで、縁取りを残そうっていう描き方になっちゃうので、うん、あ、なるほどね、もう16×24 かの世界で、うん、その1ドット命取りなんで、そんな縁取りとかで使ってる余裕はない。1ドットが命取り縁取りなんていらないよ。縁で1ドット使っちゃう、名言がありましたね今日ね。そして北瀬さんは4に関してもこの頃も、ね、入社はされてるんですけれども、入社したけどもう、はい、政権伝説を政権の振りが、なので7人のチームで、はい、FF はだから40人ぐらいのチームなので、うん、やっぱこう格差がありまして、ね、格差隣だったもんね。いや、だから北瀬がここら辺にいたらさ、こう周りを取り囲むようにフォーチュームがいたよな。パソコンがもちろん仕事で支給されるんですけど、はい、Mac SE っていう、はい、当時の今から見るとすごいおしゃれなデザインの、うん、縦型の白黒、縦型の白で、はい、すごいコンパクトなおしゃれなマシンなんですけど、まあ、あれ何インチですか、9インチの白黒モニターでフロッピーディスクのドライブがここにあってっていうので、カタカタ仕事をしている横で、FF チームはカラーの Mac2 とか使ってて、 Mac2 でこんな大画面作ってるの白黒だから白黒 Mac でいいだろう。シムシティとかを、はい、がちょうど当時は Mac でしか遊べなかったんで、はい、ね、シムシティを遊んだりとかしていながらも、はい、そのこの格差にね、打ちひしがれながら仕事上カラーで大画面でいいなって思ってたんじゃないですか。シムシティがなんで4チームはカラーで遊べるのに俺は白黒のやつか、そういうやつっていう。そうだね、多分シムシティ格差だね。そうね、 F4 のチームは、まあ、多分もうあの頃ってネットでやり取りしてましたね、データって。ネットで、まだ外には繋がってないけど、中だけ、ね、そうでしたっけ。なんか僕とには好きで、はい、Mac が、はい、当時電話線で繋げたんですよ、はい、Mac なんとかっつってね、はい、そう、あれでだからメッセージやり取り始まったよね。で、我々はフロッピーディスクでやってましたね。5インチはフロッピーディスクで。北瀬チーム、俺つなげなかったんだ。格差だ。データ、そうそう、フロッピーディスクでこのみんなの共通の、FMR かなんかで、ね、みたいなね、作業で、FF チームすごいなって思ってた。その頃来たと思いますね。そちら側の、はい、そうです。
そんな4ですが、ちょっと坂口さんにこちら質問ご質問ありまして、あのゴルベーザ四天王とか独特な、ね、キャラクターデザイン、はい、今もなお、ね、もう支持が厚いですけれども、あのデザインが生まれた経緯をちょっと、天野さん、ね、天野さんですね、ね、あのこちらのオーダーはやっぱ文章ベースなので、うんうん、正直言うと僕らもこう天野さんの絵が描くとちょっと驚くもんね。そうですね、毎回ね、うん、やる気にもなるんですけど、大体、うんうん、ね、オーダーシートは本当に文章で、うん、炎の四天王が赤いパンツを着て白タイツですよ、はい、そうですよね、いやね、ちょっとびっくりしましたね、マントからちょっと足出てるみたいな、うん、すごい美脚ですもんね、水のね、なんかあの、ええ、カイナッツォ、カイナッツォ、カメ、ね、っていう名前、確かにカイナッツォだったのね、君は、はい、ステンのデザインはね、どこも、はい、いや、あれもでもやっぱ天野さんの本当にこう、ね、ぶっ飛んだ、ね、ね、うん、すごい感性だよね、いいですよね。あとはそのあのアクティブタイムバトルですね、この、はい、ちょっと経緯も気になると、伊藤博之だと思うんですけど、うん、はい、まあ、やっぱり毎回ね、そのストーリーもそうですけど世界観もそうですけど、特にやっぱ戦闘システムって何か新しいことやっぱやろうよっていう、で特に4の時はやっぱスーパーファミコンなので、うん、はい、何かやらなきゃねっていう中で彼が最初アクティブタイムを出して、ただ試作品を作った時は結構ダメだった、まあ何でもそうなんですけど、仮でプログラム組むとあんまり面白くないんですよね。だからそこであのプログラマーが吉井っていうやつで、またこれがまたナーシャにすごくね、はい、もう天才プログラマー、ですね、1から、ね、6まで、そうですね、バトルは何も喋らなくて、ははんははんしか言わないんですよ。そうだよね、まあ、無口で無口なんですよ、何言っても吉井、これだろ、ははんこうバグだよな、ははーんみたいなやつなんですけど、いや、本当そう、本当そう、そうなんですか、しげさん、将棋ですから、ちょっと反応がちょっとははーんしか言わないですよ、本当に、うん、え、それどうやって皆さん、もう表情で意思一つ、ははーんのなんかイントネーションそんなことあります、そう、そいつがでもすごい集中してこう、熟成させて、まあ、最後モードになった感じですね、はいはい、天才な天才なんです。ちなみにあの4に関して印象残っていることとかってありますか、ね、ここからスーパーファミコンになって4はね、まあ、やっぱ暗黒騎士から始まるし、はい、話は重くしたかったんですけど、時田が結構あの演出をやったんですけど、す、ね、はい、まあ、いわゆるスクリプトを書くような仕事なんですけど、はい、いちいちくるくる回すんですよ時田さんが回ってたね、だからこれ、こっちはちょっとストーリーとしては重くしたかったから、はい、うん、あの途中回転禁止令出しました、僕は時田に回転禁止みたいな何でもかんでも回してんじゃねえよみたいないちいちくる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 回ってなんで時田さんはそんな回したかったんでしょう、うん、なあ最初に覚えたコマンドなんでしょうね。あそういうのあるじゃん、なんか。それ回しとけばいいかなみたいな。でもあの時のフィールドってまだ 16×16 だったから、そうかまあ回転はしょうがないかなと。だからそうか、16×16 のキャラが精一杯表現する段階、はい、そんなにこうとかこれぐらいしかないから、そうね、喜びを表現するとりあえず回転。では続いてまいりましょう。続いてファイナルファンタジー5。はい、いよいよ、はい、合流いたしましたここで、こちら1992年12月6日発売、そしてなんとスクウェアエビスに移りました。いいところでしたね、はい、いいところでした、まあ、やっぱりエビスが良かったですね。後ろにイルボッカローネっていうイタリアンあるんですけど、はい、僕らがいや本当うちの裏手にこんなイタリアンの素晴らしい店があって本当良かったっていうと、ちょっと勘弁してくださいよ、うちの店の裏手がスクエアでしょっていつも言い合ってました。へあいい時代ですねなんか元気ですね元気ですね、うん、本当ですね、そうでこちらでね、もう北瀬さん初参加ですね、うん、いかがですか北瀬さんのお仕事ぶりと言いますか、まあ、毎回結局その後半になるとイベントを演出して、さっき言ったみたいなスクリプトっていう会議言語で、でサーバーみたいなところにアップして帰るんですね。で次の日の朝行くとそのまあ僕と北瀬がやってたんで、まあ彼のを見るわけです、はい、っていう日々が非常に思い出されて、
あのすごいの作るんですよ、はい、だから僕も負けてらんないなっていう感じでやってたんですけど、ある日そのスクリプトでは不可能だろうってい こうイベントがどうもうだから僕もショックですよね裏で成研をなんかうまく頼み込んで専用プログラム書かせてたんですよ。まあ、それは卑怯じゃないかっていう小互いの勝負としてそこで、まあ、いや作品にとってはいいことなんですけど、はい、そうそうそう、なんかそういうのを非常に思い出しますね。あの坂口さん5はやっぱオープニングを作ってて、うん、しっかりと演出したかなり気合いの入った、あの飛龍が体育場飛んでくっていう、うん、やっぱ最初に作ってこうだぞっていうのをこう見せていただいたんで、まあ、僕もだから初めて FF に参加したので、まあ、僕引き合い入れなきゃなっていうのはやっぱりありましたね。この頃ちなみにバブル崩壊が起こりました。坂口さんとか見てると全然崩壊したイメージが僕にはないんだけど、ね、実はそうさ、俺を見てるとっていうそれがさ多分この見てる視聴者の方にすごく語弊を持って存在が、ね、バブリーな感じが存在がバブリー、ね、これヨシピーのせいで俺今ギラギラなってるだけだから、それはあのジャラです、それはジャラだから世の中は崩壊したけどちょっとゲーム業界的にはちょっと来る波が多分、まあ、はい、結局世の中のがバブルで弾けていっちゃったんで、うん、なんかお店が空いててね、うん、例えばそのイルボッカローネさんも、はい、もう天野さんと打ち合わせとか行って、例えばあそこにね、うん、バーッと8人ぐらいで集まってどんちゃん騒ぎとか、そのなんかいろいろさせてくれたんですよ、はい、店も空いちゃったので、はいはい、なんか笑ってきてましたね当時のお話聞いてるだけで楽しくて、ね、羨ましくなってきました。だからそれを周辺の見てる人たちは、はい、なんか僕らのことを遅れてやってきたバブルとか、ビルボッカでなんかそんなんでブワーって宴会でワインが開けまくってとかね、ですね、ちょうど20代後半ぐらいに差し掛かってたので、はい、うんうん、いや楽しかったよね、うん、ものすごい体力もあるからすっごい楽しかった記憶があります、うん、エビス、それまで、まあ、出入りできないっていうか、なんだろう、敷居が高いななんていう、ね、うんうん、感じのお店だったもんね、うんうん、それがこう身近になる、そう、快感、快感カラオケはいつもビップルームでしたよね、だったね、そこはちょっとした値段差だけど ね、うん、ビップルームでお願いみたいな、ミラーボールがくるくる回ってなんか楽しい、やってたね、やってたね私ファイブ大好きなので、そういう空気の中で作られていたって思うとすごく嬉しいです、嬉しい、そう、 なんかファイブのあのパッとなんかね、うん、カラッとした感じというかね、うん、すごく、そうですね、そうですね、カラッとしてますね、はい、キャラクターもね、そうなんです。で、5に関して坂口さんと北瀬さんにちょっとまたお伺いしたいのが、ファンの方々からの質問で、今回またジョブシステムが復活した意図ってありました？ね、ファイブでね、アビリティが大きいですよね、うんうん、ある時そのアビリティは思いついて、これはっていうのがあったんで、うんうんうん、まあ、そしたらそこ押しでっていう、うん、はい、まあ、ただ当初からジョブシステムやろうみたいなこと言ってたよ、元々僕がね参加した時もうその辺は決まってた、フィックスしてた、うんうんうん、ジョブ自体うまくいったなっていう感触がありましたね、うん、はいはい、もう本当に楽しくて、うん、やっぱりあとジョブの数だけね、ドットがね、数が多いのが一番それはやらないじゃないですか、まあ、それ本当僕忘れないですよ、企画会議でというわけでこうだだから、なんでアニメーション回したらこれぐらいの数かな、うん、あ、1日間に32パターンも書けばいいんじゃないははははっつったらもうなんかシーン残ってんみたいな、まあ、本当にっていう感じですよね、うん、そこは渋谷さんどうされてました？もう寝ずにみたいな、それも何も、もうコツコツやってたよね、コツコツかな、なんだろう、ちょっと息抜きに踊り子とかでちょっと楽しくしてあ、ね、あ、踊り子はね、そう、割とこう結構真剣に書かなきゃいけない、はい、まあ、有機詩系とか鎧書くのちょっと大変だしとかあるけど、うん、もうちょっと遊べるのは遊んだ方が気楽だなってなって、うんうん、魔獣使いとかもそうですよね、はい、魔術使いいたね、ふざけてますよね、うん、あの格好もね、うんうん、いや、すごい好きです、魔術使い14入れてほしいですね、まあ、この魔術使い、魔術使い、私ファリスの踊り子大好きで、 ありがとうございます、ね、
ファリス、ファリスとか山本リンダみたいな。山本リンダ。山本リンダ好きっていうことですか。いや好きじゃなくてイメージとしてはあっちかなみたいなのでまあ。パンタロンの。そうちょっとお腹出てて。パンタロン、ここね、シャツ縛ってパンタロンなんですよね。キャラごとにだからね、うんうん、そこがまたね、うん、大変だけど、ユーザーからするといいとこですよね。そうでまた5に関してなんですけれども、あの FF5 印象深い武器であのブレイブブレードとかチキンナイフがありまして、あれは伊藤君だと思います。やっぱり、はい、あれはアイデアですよね、うんうん、逃げれば逃げるほどみたいな、うん、あれは僕も正直、はい、あの自分でモニターするまであんまり知らされてなくて、うん、何これ、これ全然弱いじゃない、このダンジョンにこれとかおかしいだろ、うん、もうその時にも伊藤君の顔とか忘れられないですよ。ふってこうなんかプみたいな顔を絶対隠してるだろう俺にっていう、はい、でまあ詩を聞いて、はい、いやそれもいいですよね、うんうん、素晴らしい、そう、うん、画期的と思いました。あれはいいですよね。いやそうです、なんていうかゲームとしてすごく、うんね、あのね、でもねどれもそうなんですけど、うん、なんだろうな、こう演出面でも、うん、そういうシステム面でも誰かがねキラッと光るものを入れるんですよ。なんか僕は奇跡って呼んでるんですけど結構開発内で奇跡がどうだろうな4つか5つくらい起きるんですよ。でそれ起きないと気はやっぱり全体のモチベーションもダメで、多分ものづくりとして何かのせいでこうダメな時なんですよね。で乗ってる時ってそうやって、ね、起きるんですよね。もう作ってる側も話聞いて、おもう天才、お前最高みたいな、はいはい、あのギルガメッシュだったりとか結構やっぱ印象的なものがね、そう、ね、そう多いので、はい、ファイブに関しては。ギルガメッシュは伊藤さんですかね。そうだね、そうだね。そう、ギルガメッシュは僕は認知してなかったですからね。はい。あんなものは認めてなかったですから。それをあいつらは勝手にどん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 入れてきて、いちいちこう入ってきてね。最初怒ってましたからね。勝手に入れるなと。ストーリーぶち壊しだからって。まあ、はい、でも最後。遊んでみたら、うん、面白いちゃん、ね、そういう意味じゃ彼らも粘りっこかったよ ね、 そうですね、必要に出てきてた、ね、バトルシーンの中の、まあ、多分そういうドラマは、はい、あのそのバトル班のこう違い方形じゃないですけど、うん、勝手にできることだったので、違い方形が正しい、僕とかバイブさんはそのフィールド側のこうあれだったので、はいはい、そのバトルシーンの中でそのギルガメッシュのドラマをちょいちょい出てくる、うん、ストーリーを語りたいって気持ちが凝縮されてるんですか。バトルに織り込まれてああいう流れになるんですね。結果的にそれがもう本採用 された。そうですね。ファイナルファンタジー6。あ、6。はい。もうすぐ終わりだよ。はい。でこちらがですね、1994年4月2日発売で、スクエアは、ね、エビスに、はい、引き続きございます。でこの年はマザー2であったり、ね、ライブアライブだったり、スーパードンキーコングが同い年のゲームとなりますね、うん、まず6で一度クリスタルの物語から離れた理由を教えてくださいというのが坂口さんに来ておりました。おお、ね、おお、多分坂口さんでしたね、言い出しっぺというか、なんというか、ね、なんでしょうね、まあ、ちょうど娘が生まれたんですよね、うん、お嬢さんね、はい、これをやってる最中に、まあ、正直そこは大きかったですよね、うん、最後のエンディングとかもね、うん、なんか新しい命がもうゼロから生まれ、この世にこう来るあの不思議さをこう実体験しちゃって、もうなんかあれは未だに、うん、人生の中で多分一番こうショッキングな、うんうん、まあ、そこなのかな、クリスタルとかもいらなくないみたいな、命でいいんじゃねえみたいな、まあ、近しい存在ではありますからね、そのクリスタルの輝きっていうのが生命的の、ね、そうですね、そういう意味じゃダッシュと言ってもよかったんでしょうね、ね、坂口さんがやっぱりこう北瀬さん入ってきたことによってね、なんというか映像表現というか演出面でね、かなり変わっていったっていう話もされていたので、うん、なんかね、間が違うんですよね、こう、はい、オペラ座で花がパッていく時もちょっとこうでスローモになって
キラキラとかそのキラキラ入れるとか、はい、うん、あのこいつこう見えてロマンティックなんですよ、うん、ロマンティックだと思うんですよ、いやすごく思います、はい、そう、あのキャラクターのドットのそのポーズがやっぱりパターンが増えたんで、その、うん、まあ、それこそ時田さんの時代はくるくるってやんなきゃ表現できなかったものが、くるくる禁止令とかね、多分くるくるがいろんなものを表現したと思うんですけど、あの僕の時代はいろんなポーズがあったんで、うん、イベント組んでるとここでこういう演技をさせたいってなった時にポーズとしてないんですけど、これが近いかなと思って、あの渋谷さんが想定してないような、ちょっと怒ったりしたことがあったじゃん。それでは北崎君、北崎さん、その違うポーズなの勝手にその使い方しないで、ちょっと ここで使えるかなみたいな、そんな感じだったんですね。ちょっとね、あの渋谷さんたちが想定してないようなところで、あのでもこれってこう見えるよねみたいなところで使っちゃったりするからね、勝手に使っちゃったりしてて、いやでもちょっとびっくりした。倒れてあれとか言う時もなんか実は違うポーズだよね。まあでもうまく使ったなとはちょっと、そこはうまく噛み合っていったと、うん、まあだからそれ許容していただいたので、許容していただいた、本当はそうじゃないんだけど、ね、はい、まあ、でも6からはフィールドも先頭も同じサイズで描けるようになったので、はい、そこも大きいよね。ファイブまでは 16×16 の小さいキャラだったのが、はい、6からフィールドもその先頭と同じサイズでっていうのがあったので、はい、それも大きかったんじゃないかな。6なんですけれども、あのキャラクター登場人物かなり数が多いですけれども、企画段階から全員採用が決まっていたのか、それとも馬丸とかいなかったよ、まあ、あのそうですね、あのみんなの多分そのプランナーたちのアイデアを募って採用されたキャラクターとかも、最初世界崩壊後とかなかったの？なかったですね、世界崩壊後全然ストーリーなくてなかったですよ、全然なかった、全然ある日ね、これ、うん、作ろうかって話になったんだよ。なんか一旦崩壊したら面白くないみたいな感じの。それは崩壊しようかってなったのはどういう？いや、坂口さん、坂口さん、なんか、これで終わりはやばくない、うん、っていう、なんか生なった。でもみんなの思いでそれあったよね。そうですね、ちょっと、まあ、崩壊を描いた後っていうのも結構ね、あんまりゲームでは描かれてなかったんでね、まあ、若干ためらいもあったよ。そうですね、ただ坂口さんがもともとゲーム6始める当初も全員が主人公なゲームを作るんだっていうコンセプトをこう言われてたので、まあじゃあ崩壊したらそれぞれ散り散りになった主人公たちがまたこう集まってくみたいな、それぞれのエピソードが集まってくみたいなのはなんとなく、あ、こういくとスッキリいくんだろうなっていうのはちょっと、そうだね、まあ今にして思えばまあまあ精神的なことになったんだ、うん、あれは実はね、まあ、不思議なもんだよね、まあ、そこからも競争ですよ。マッシュ担当とかさ、こっちはなんか、ね、セリス担当、セリス担当で、うん、なんか魚食わせてさ、魚そうですね、シドーッシクス、シドとお魚だったりとか、あと、まあ、大陸においてのシャドウとか、そうそうそう、あれも北瀬ですよ。全然あの辺はそうですね、シャドウ北瀬でしょ、あれ、はい、シャドウは僕担当ですけど、あのモンスターが野村哲也がやっぱ参加していて、うんうん、はい、彼がそういうキャラが好きなので、はい、シャドウってちょっとこういうな影のあるキャラクターで犬連れてみたいなのは、あの鉄からリクエストが入ったんで、ね、リクエストシャドウ来たんですよ、影入れてくださいよ。そうかそうか、あいつ言ってたのか。私シャドウに自分の名前をつけていたので、なんかまだ来ないみたいなのがすごい気になって気になって、あそこはやっぱりすごい楽しかったです。あれでもシナリオにありましたっけ、ないんでしたっけ、シャドウの最後のシナリオないと、ないんだったら多分僕とか即興で多分5ぐらいから、うんうん、あの時間制限を入れたがり現象だったんですか。それは僕と北さんの1個ルールがあったのは、はい、時間制限禁止令っていうのがあって、なんかあれすごい焦るんですよね。そうですね、だけどね、だから多用しがちなんですよ、はいはい、困ると使いたくなるんですけど、うんうん、北さんの2人でそうそう使用禁止令やってたよな、いざっていう時に使おうねっていう、マタイリクの時に、まあ、時間制限あるので、うん、まあ、やっぱ時間制限あるからには制限クリアしたのとそうじゃないのと、やっぱりこうなんだろうな、違いが欲しくなるんで、やっぱそこには何かなって思うんで、シャドウ一番なんだろうな、そういう形で、あのね、命を犠牲にしても、あのその影というキャラクターではこう合うかなっていうところで、ここでちょっと北瀬さんにご質問来てますけれど、
FF6 のリメイクはいつ作ってくれるんでしょうか。6リメイク、6リメイクは大変だと思うんですよ。難しい。ドット絵で表現してるから物語がかえって壮大だよね。そうですね、そうなんです。だからあれを CG でやるってなったら相当大変だよね。いつなんでしょうか。いやいやいや、私からの質問なんですが、まだセブンのリメイクが終わってないので、そうですね、考えられません。現実的にはね、もうちょっと早く出せないでしょうか。シックスはでもね、社内でもファンの人が多くて、廊下ですれ違うとシックスはいつなんですかって聞かれるんですけど、なかなかね難しい。上松さんもシックス好きだよね。そうですね、やっぱりなんかこうスーファミっていうかドット絵のね、最後の作品として、話は彼からすると CD になって音源が自由になる前のこう縛られた状態での作曲活動の最後の作品で、やっぱり思い入れがあるみたいですね。楽曲も本当、ね、セッツァーの、ね、仲間を求めてとかね、いいですよね。あれとか本当によくて、14の、ね、飛空艇ブラックジャックね。そうですね、なんでそれが流れないかなって、ね、ね、欲しくなりましたよね。ヨシピ頼むよ。今夜行ってみます。わかります。全部出てきてほしいって思っちゃいますもんね。ではいろんなご質問がちょっと今回ございまして、なるほど、はい、皆さんから逆にあの質問気になるなってものはありますか。今ちょっとスタジオにいろいろ並べてみました、なるほど、あれ渋谷さんいいじゃないですか、FF が 3D になりって進化を続けている今もドット絵がこうかなり愛されている理由って渋谷さんとしてはどんなところにあるか。いい質問ですね。いい質問ですね。あると思いますかっていうのをいただきました。想像力をかき立てられたいんじゃないですかね。なんかもうすべて答えが入って、こうですって向こうから出されたものをそのまま受け入れるんじゃなくて、何かこう自分でいろいろここからいろいろ考えていきたいっていうのがドット絵だと想像しやすいし、余白みたいのもあるし、そこを自分のいろいろなことで埋めていけるっていうのもいいのかなと思いますよね。やっぱりこう日々その中でドット絵作っていく中で変化ってありました？ありますよ、もう毎回あります。あ、もう1から6でも全部違うし、さらにその先の、ピクセルマスター描いてでも違うし、また今1からって言ってもまた違うになるかもしれないしっていう、あとあれですか、ガラフの生存ルートが欲しかった、ガラフは坂口さんがすごく思い入れがあって作ったような記憶があるんですけど、そうですね、やっぱりこう自分は結構若いとは言っても最年長に近かったので、なんかガラフイコール自分みたいなね、いやー死ぬでしょ。今なんだろう、死こそ最大の美ですからね。北瀬さんはいかがでしょうか。何かこれが気になるなというものが、ね、ありましたか。あ、じゃあこれはどうですか。今の人に遊んでほしいナンバリングは、あえてこの北瀬が、しかもこのピクセルリマスターでこう出るわけじゃないですか。そうですね、あえて選ぶ、あえて選ぶ、これは、自分が関わってる部分になるとやっぱり5か6なので、どっちだろうな。何でもいいですよ、別に。どっちだろうな。まあでもやっぱり、完成形に近いのは6なんでしょうかね。なるほど、そこはクリエイターですね。やはりより完成形を遊んでほしいと。まあそうですね、オペラ座とかもあったりとか、いろいろこう、なんだろうな、ダリル墓のシーンとか、いろいろこ う、ね、自分でもこう作っててお気に入りのシーンがあるので、何だっけ、限界だっけ、なんだっけ、限界だっけ、限界、はい、あそこはそうさらっと書いてあるんです、あれプロットで、ね、さらっと書いてあるんだよね。で、北瀬ここ丸々よろしくって言ったら、みんなドキドキしてたんだよね。最後に結ばれて、北瀬どうするんだろう、これをどう表現するんだろう、キラキラー、そう、キラキラー、どう抽象化するかっていうのがね。なんかすっごい素敵ですよ、北瀬の中の、なんだろう、乙女心を見たいや、乙女心ないから、よく分かんなかったから抽象化するしかない。よく分かんなかった。でもさ、あれ恥ずかしかったの、作ってて。恥ずかしくはないけど。そうなんだ。悪いけど俺たちは次の日の朝見て恥ずかしかったね。
これしかないなと。いや、あれは本当あの尊さを表現されているのだなと思ったんですけれども、ねねね、まあでも一番お気に入りのシーンはその幻獣会から最後その、うん、なんだろうな、人間界に出たキャラを幻獣界側からの視点でこう扉が閉まるってシーンがあるんですけど、あれはちょっとねお気に入りです。あれはやっぱ映画的だもんね、映画っぽくちょっと 3D っぽくとかその奥行きのある感じのなんか映画的だよね、すごいいいシーンだが思いついたんで、なるほどなるほど、いいシーンですね、あれはね。そこも含めて、そのさっきのキラキラも含めて楽しんでいただければと。キラキラまだまだお話は尽きませんが、あっという間にお別れのお時間がやってまいりました。まず北瀬さん、いかがでした？はい、そうですね、そう、いや、そうだ、キラキラ推し、そうね、だけど、まあ、僕あの5からの3からなので比較的ね、はい、全体1から6まで言うと喋る回数が少なかったんですけど、いやいや、編集されたらもしかしたら僕が一番喋ってるように見えるかもしれないぐらいの北瀬はみたいなぐらいの楽しい楽しい、だって野口さん言っちゃいけないことしか言わないからですもん俺一応喋ってるけどほとんど喋ってないですよね。なんですけど、まあ、非常に、ね、だけど現場は楽しかったし、はい、楽しかったことと、まあ、やっぱあの6推しということで、はい、あの改めてお伝えしたいと思いますので、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。さあ渋谷さんはいかがでしたでしょうか？そうですね、なかなかちょっとこういうね3人でっていうのをあんまりあったようなないようなっていう、はい、おふざけではあったかもしれないんですけど、今回 のピクセルリマスターですね、あれをあの書いてる時も、まあ、つどつどいろんなことを思い出しながら、はい、やってはいたんですけれども、改めてこのファイナルファンタジーのルーツみたいなのを、はい、あの発見してもらえるようにまた一からピクセルリマスターで遊んでいただけると、なんか私もとても幸せな気持ちになります。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。模範解答。さあ、そしてあの生みの親ですよ、坂口さん。はい、いかがでした本日？生みの親は今もう重要にハマってますからね。そうですね、でもすごいですよね、生みの親がそうしてあの何と言いますか、そうですね、そこにテーマパークにまた遊びに行くっていう状況になって、自分の人生がこういうふうになると思ってませんでしたね。はい、FF テーマパークだから、うん、そのさっき話が出たルミカンテとか来るわけですよ、はい、そうですね、いやなんか、はい、いや恥ずかしいですよ、なんかみんなが必死でこう、はい、ギミックこなしてる時にこう涙出てくるんですよ。あれ今日14の感想ですよ。ピクセル見ました。まあ14も含めてファイナルファンタジー、ね、みたいな、はい、そうですね、うん、でまあそんな中でこのピクセルリマスターっていう企画を実はあの企画したあの人間からわざわざ、まあ、なんか僕なんかにあの話す必要はないんですよ、スクエアエニックスさんがもう勝手にやればいいことなんですけども、はい、わざわざお話ししに来てくださって、うん、こういうことをやりたいんだけどもどうでしょうと、うん、だからなんて言うんでしょうね、こう作ってよかったというか、その作った者たちの恩返しが改めてなんだろう、こういう意味で14も含めてこういう形で、うん、帰ってくるっていうのはものすごく感動ですし、その FF のこう原点に近いと思うんですよ、はい、こう優しい気持ちっていうか、こう人間の光の部分ですよね、それでできたものですから、うん、まあ、せっかくですから、なんか皆さんもその、うん、当時遊んだ方もそうですし、もしかしたら遊ばれたことのない方も、ね、大勢いると思うんですけども、なんかこういう FF のこうあったかい部分を体験していただいたら、うん、まあ、僕としてはもう本当になんかまたそれもそれでこう一緒に仲間になれるみたいな感じ、うん、嬉しいなと思います、ね、はい、ありがとうございます。もうじゃあ皆さん、この番組の後はピクセルリマスター存分にお楽しみいただけましたら幸いです。それでは本日は北瀬さん、そして渋谷さん、坂口さん、ありがとうございました。ありがとうございました。最後ご覧の皆様に向かって、ね、はい、手を振ってお別れとさせていただきましょう。ですね、はい、アロハ、ありがとうございました。そこに多分虹がかかるはずです。キラ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